手加減をしている場合ではないでしょう。だって姫様に怪我をさせてしまうかも。そんなことではダメよカイ。戦場で甘えは許されないのだから。はい、もう一回。はっ、姉上、頑張れ。姫様、お怪我は？大丈夫よ、さすが若いね。姫様。はい、よくできました。こんなとこにいたのかてめえら。どうしたんですか親方様。戦支度しろ。上杉の奴らが攻めてきやがった。行こう姉上。家族で力を合わせれば上杉なんて目じゃない。そうね、三郎の言う通り。